今軽さの新次元へ。
おはようございます、下村智子です。4月10日金曜日です、はい。東京はそうですね、1時間ぐらい前から小雨が降り始めてきました。5時ぐらいからかな、どうしたの、膝が痛むんですか、ね、ちょっとさ、ぶつけばぶつけ、膝が痛むとあれですよ、もう天気予報雨降ると痛んで、雨が降るよっていうのがあったり、神経痛のおばさんです。今日という日は建具の日だそうです。これもやっぱダジャレから来てるわけです。そうですね、語呂合わせで。どういうダジャレですか。良いと、あ、良いと、4月10日で良いと、あ、良い、良いと、あ、それから来てるわけです、ね、これよくあるんですね。今日は高藤さんっていう方もそうですね、後で出てくる、後で出ていらっしゃいます、はい、今日なんかダジャレに終わりそうです ね、 ね、ちなみに1970年の今日ビートルズが解散した日であります。さあ今日の、はい、金曜日はエンターテインメントいっぱいの日なんですけども、顔ぶれを紹介してまいりたいと思います。なぜ石ころの道選ぶの、かかとが擦り切れるまで走って行きなさい。心の奥で何かきっと弾いてるわ。立ち止まる時旬も終わるの。だから軽い走れ風のように、走れ風のように、のせいか、大きな問題だ飲みすぎ、胃のもたれに、大体さん文法。ありがとう、いい薬です。ハイグレードを超えたコーヒースタンダードビデオカセット、スコッチエイジー新発売。人間っていろんな幸せを感じるために生きてるんだと思う。楽しく暮らそう。マルフクです。
コマーシャルの後はお天気情報です。明日の県内は大体晴れるでしょう。朝は霜が降りるくらい冷え込むところもありますが、日中は暖かくなりそうです。では雲の様子からご覧ください。
ルドセブンの白い世界。軽やかな味わいが人を安らぎの時へ誘う。マイルドなうまさをリードする、マイルドセブンライト。今日の気象情報をお伝えします。九州付近は引き続き東西に伸びる帯状の高気圧に覆われる見込みです。このため今日も絶好のお出かけ日和となるでしょう。それでは九州南部です。沖縄県は北東の風のち北の風ともにやや強く、晴れ時々曇り、ところによりにわか雨。鹿児島県は北東の風晴れ、宮崎県は北東の風晴れでしょう。変わって九州中部北部です。熊本県は北の風のち北西の風晴れでしょう。大分県は西の風のち南の風晴れ。長崎県は北の風のち北西の風晴れでしょう。佐賀県は北の風のち北西の風晴れでしょう。長崎県壱岐地方千島地方は北西の風のち南西の風晴れで夜は曇り。山口県は南西の風晴れでしょう。福岡県は西の風のち南西の風晴れでしょう。日中20度くらいまで上がり暖かい陽気となりそうです。おしまいに海上です。海上の波の高さは響き灘、玄海灘は 0.7 メートル前後、周防灘、有明海は 0.3 メートルと穏やかになる見込みです。気象情報でした。天気予報を終わります。
ていうのは魔法人たちの世界なんだけど、マロンそっから人間界にやってきたのね。だけど変なやつに追っかけられてもう大変なの。いやこんなエッチなシーンもいっぱいなのね。11月26日発売のこのビデオとファンタジアの CD2枚、それにコミックスまで買ってくれた人には素敵なプレゼントがあるの。全部買ってくれるとマロン最高に嬉しいのね。お天気チャンネルです。今日は西日本そして東北地方を中心に暑くなりました。日中の最高気温この方面では30度を超えて真夏日のところが多くなっています。そして午後10時現在気温は少しずつ下がってきてはいるんですが、西日本そして北陸地方の新潟県を中心に25度以上と蒸し暑い夜を迎えています。全国的にこの後明日の朝にかけて気温はわずかに下がる程度となりそうです。東海から西の地方そして新潟県では今夜も少し蒸し暑い夜を迎えそうです。それではひまわりで雲の様子を見てみましょう。関東付近今日は雲の多いお天気が続いているんですが、これは南の海上に広がっている熱帯低気圧の雲がかかっているためなんですね。ところどころでは雲が発達していまして、この時間も広い範囲で関東地方雨となっています。またこの熱帯低気圧、日本列島の上空に少し湿った暖かい空気を残していますから、山沿いを中心にところどころでにわか雨の降る不安定なお天気となっています。この時間岐阜県の金山町では 8.5 ミリ、また愛知県の小原村では 7.5 ミリとややまとまった雨が降りました。続いて明日朝9時の予想天気図です。明日になりますと東海沖にあった熱帯低気圧だんだん弱まって天気図上から消える見込みです。それでもまだ太平洋側に湿った海風を吹き込ませてきそうですから、この太平洋側では不安定なお天気が続くでしょう。また日本海側には高気圧が移動していきますので、この高気圧に覆われる北日本そして北陸九州などを中心に明日はすっきりとした青空が広がりそうです。それでは明日の空模様です。東北南部から四国にかけての太平洋側では明日は不安定です。雲の多いお天気が続くでしょう。特に東京では傘マークが出ていますが、明日も午前中までは雨の降りやすいお天気が続く見込みです。またその他のところはおおむね晴れまして、日中は青空の広がるところが多いでしょう。降水確率です。
雨の降りそうな東京、午前中 50% と高くなっています。そして午後になりますと四国や近畿、またその他の東日本では多少確率が上がって 20-30% です。この方面でも午後になりますと山沿いを中心ににわか雨または雷雨のところもあるでしょう。予想気温です。明日は朝方も日中も今日と大体同じくらいの予想となっています。日中は西日本や北陸地方、そして東北地方の日本海側では30度を超えて真夏日のところが多いでしょう。東京は27度、平年より4度低い状態が続きそうです。週間予報です。北海道では2日土曜日までは青空が期待できそうなんですが、3日以降は雲の多いお天気が続くでしょう。そしてこの3日のあたりからは日中でも少し肌寒い陽気となってきそうです。またその他東北や東日本ではこの週末2日3日にかけては日中は青空が期待できるでしょう。週末のレジャーには絶好となりそうです。そして西日本でもこの2日3日にかけては日中はすっきりとした青空が広がるでしょう。週末レジャーには絶好のところが多くなりそうです。